コナン君。あ、二人ともここに来てたの。リサさんがね、ユミさん怯えてるんじゃないかって心配してね。ちょっとお話ししてもいい？コナン君、ごめんなさい。今は事件の話したくないの。ユミさんが怯えるから？ええ。しょうがないな。話聞いていい？今んとこユミが誰なのか手がかりはないんだ。コナン君、子供がそんなこと聞いちゃダメよ。わかるわね。私も後で食堂の方へ行ってみるわ。何かお役に立てることがあるかも。じゃあコナン君、また後でね。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。レイコのやつ、家と学校じゃ性格が豹変してたからな。そこいら中で恨み買ってそうだったぜ。じゃあ僕行くよ。また後。ここは警察に任せといてくれ。君も校内から出んようにな。おい、死体が片付いたからって。姉ちゃんを殺したか心当たりとかない？私じゃないわよ。ごめんなさい。でも私が疑われてるような気がして。わからないわ。誰が玲子を殺そうなんて。
コナン君、音楽室でのことは何でもないの。だから、余計…ジャポ…この部屋調べるなら今がチャンスってわけじゃん。こっちがリサさんのベッドだな。ま、寮の部屋の中はさすがに普通の女の子って感じだね。こっちがユミさんのベッドか。何かあるとは思わんけど。ん？なんかあるじゃん。調べてみるもんだな。写真？半分だけ？この女の子、誰かな？待てよ、目の下にほくろ。確か、あの人にほくろがあったよな。そうだ、ユミさん！この写真の女の子はユミさんだ！待てよ、確かリサさんのアルバム。間違いない。ユミさんがリサさんの幼馴染のユミちゃんなんだ。でも、それじゃユミさんがリサさんの命を狙ってる張本人なのか。ロッカーの中は、めぼしいものはなしと。なんか俺、変質者みたいだな。ワープロは、今さら調べても意味ないか。ロッカーの中は、めぼしいものはなしと。なんか俺、変質者みたいだな。どうする？写真のこと話すか？ちゃん、ごめん、ベッドの下にこんなものが。なに、コナン君。これ、ユミちゃんの写真？どういうこと？なぜこれがベッドに？見て、リサお姉ちゃん、その写真の子、ほくろがあるでしょ。ほくろ…これ…ユミお姉ちゃん、この写真の子、ユミお姉ちゃんだね。ええ。そのことを知られたくなくて写真を隠したんでしょ？ええ。それじゃあ、リサさんの幼馴染の？私が、
由美です。なものだったの。それが互いの親の事情であんなことになってしまってとても悲しかった。私はあのことでリサちゃんが苦しんでなければいいけどってずっと気にかけてたの。そんな逆よ。私の方こそユミがどんなに苦しんでいるかずっと案じて。になれるんだったらって、もう一度あの子供の頃の楽しい日々を一からやり直せたらってそう思ったの。ずっと私臆病者だったのね、小さい頃からずっと。もうやめてユミ。私だってあなたのことを心配して。リサちゃん、ねえ、どうして写真を全部捨てなかったの？捨てられなかったの。半分に裂いて片方燃やしたけど、やっぱり全部は大切な思い出だもの。じゃあリサお姉ちゃんに復讐するっていう手紙は？私知らない。あんな手紙私書いてない。当たり前だわ、ユミにそんなことできるわけない。リサさん落ち着いて、よくわかったから。参ったな、かなり取り乱してる。これ以上は無理か。蘭姉ちゃん、僕外に出てるよ。二人をよろしくね。え、あ、そうね、わかったわ。ごめんね、気を使わせて。どういたしまして。それじゃ。待っててほしいの。え、でも勝手なわけには。ユミが玲子殺しに関係してるはずないもの。あらぬ疑いで彼女を苦しめたくないのよ。あらぬ疑いかどうかは調べないとわかんないけどな。お願い、彼女が落ち着いたら自分から言いに行かせるから。
少しの間だけ。うん、そこまで言うなら。しゃあない、ここはもう少し様子を見るか。なんかまた騒いでるな。落ち着きなさい。あんたが興奮してどうする。興奮なんかしてない。だってさっきからみんなで私のこと犯人呼ばわりして、ひどいわ。誰も犯人呼ばわりなどしとらんじゃないか。弱ったな。ちょっとどうしたの？あら、チビちゃん。ちょっとね、先が切れちゃったのよ。切れた？なんでまた？さっきね、警察の人がこれ見つけてきたの。レイコの部屋で発見したんですって。昼間着てた制服のポケットに入ってたらしいわ。誰かがレイコを図書室に呼び出して刺したのね。で、警部がこれについての話を聞きたいって、とりあえず文芸部のみんなを集めたんだけどさ。本当よ、私本当に何も知らないの。ねえ、サキさん落ち着いて。警部さんはただみんなに話を聞きたいとおっしゃってるだけよ。だいたい10時には私たち一緒にいたでしょ。お互い犯人じゃないのは分かっているわ。嘘、みんなして私を騙そうとしてるのよ。そうよ、部長がこの手紙の張本人だってあり得ることじゃない。ちょっとサキさん、知ってるんだから。レイコに男を取られてずいぶん恨んでたでしょ。まずいな、誰か止めないと。優等生ずらしたって無駄なんだから。部長がレイコを殺したのよ。そうに決まってるわ。おい、やめろ。まったく、揃って自分を見失いよって。全員少し頭を冷やせ。修羅場だな。無理もないか。部長があんな感情的になったとこ初めて見たわ。でもそれより驚いたのは、サキが部長とレイコのこと知ってたって点ね。多分さ、レイコお姉ちゃん本人が言いふらしてたんじゃないかな。レイコお姉ちゃんってその手の自慢話はしないでいられないタイプっぽいし。主になる気ない？いや、大人になったら考えてもいいけど。おい、コナン、聞き取りの邪魔だ。あっち行ってろ。ナオミさん、
次はあなたに話を伺いたいんだが。